お世話になっております相変わらずの一人でございます。またポケットモンスター騒動の続きやっていきたいと思います。ということでここのキャンプのとこからレッツラゴンっていう感じですかね。こっちで行きましょう。オッケー、なんか来ましたね。短パン小僧じゃない、長パン小僧、長パン小僧か。こいつはスクボー、スクボーイセイジだ。え、なにこれ、カビペラみたいな、なにこれ、一旦もめんみたいな、一旦もめん、こいつ一旦もめんキャラなんかいたっけ、役で。あ、そういうやつなんだ。そういう、こいつはでも食らないかな、葉っぱカッター。効果今一つ、あ、今一つっつった、役での末期つく攻撃。あ、だからアーボ的ポジションだな、こいつは。アーボ的ポジションポケモンって覚えとこう。アーボ的ポジションポケモン、役でっていう風に言ってくるかな、多分このポケモン図鑑は。昔風に言わせればね。いや、今のポケモン図鑑ってそういう風に言うのか分かんないけど、そういう風に、そういう風にさ、声が出てくるのか分かんないですけど。いや、食らないか、やっぱり。あ、ちょっと待って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 、やめてよ、巻きつく、やめて、巻きつく、だるいよ。ダリングだよ、完全にダリングですわ、これ。いけいけ、ダブルアタック、ダブルアタック、いけ、ダンダンっていけ、ダンダンっていけ、ダンダンって。ナイスナイス、役で普通に潰させていただく。え、役でいいな、この進化が見たいな、めっちゃめっちゃ進化見たいっすね。オッケーオッケー。これでスクールボーイのセイジは、レドウムシ、レドウムシ、また虫か。ちょっとたまには入れ替えてみるか。虫だから、虫に対してはここからでいこう、入れ替える。たまにはこういうタイプちゃんと意識してね、やっていかないと本当にあいつしか使ってない感じになっちゃいますから、こいつも使っていきましょう。レドウムシなんか出てきましたが、うわ、いいねいいねいいね。テントウムシか。レドウってどういう意味だろう。レドウってなんかちょっとよくわかんないですね。どういう意味なんだろう、これは。つつく、いけ、バチコーン、オッケー、やっていきまして。うわ、全然食らないね。普通にあいつの方がよかったわ。普通にあいつで食ればよかったね。あいつでよかったっすね。こいつ出す意味なかったな。こいつの方が遅いな、絶対。つつくしかないから、飛行技、飛行タイプっつっても飛行タイプの技がつつくしかないからさ、結局全然強くないわ。これ物理に強くなるんだっけ、どっちだっけ。物理に強く、あ、特殊に強くなるか。いや、意味ないよ、お前。俺つつくしかやってねえの、お前特殊技あると思うのか、こいつ。アホだな。でもレドウムシいいな、なんかレドウムシの進化系が見たい。あ、でもさ、あれか、テントウムシってことは、でも進化してもテントウムシか、やっぱり。でもやっぱりその種類自体は変わらないですもんね、多分ポケモンって。だからこいつ多分進化してもテントウムシでしょうか、羽が開くみたいな、飛んでる状態になるとかだけですから、多分おそらく。進化しても、あ、なんだ今、何を忘れさせるって言った。あ、吠えるね。吠える別に使わないんだよな、私そういう技使わないからさ。まあいいや、とりあえず覚えさせておきましょう。吠える覚えさせといて、オッケー。吠える覚えた、オッケーオッケー。いいよ、セイジとの勝負に勝った、オッケー、ナイス、いいよ。次ガンガンいっちゃいましょう。進化しないか、結構意外と進化しない。こいつ、こいつタンドンしかいないじゃん。タンドンの、これ何、巣、タンドンの巣か、これタンドンの巣。今霜降り明星的な感じで言わさせていただいたけど、こいつ敵かな、どうしたこいつ、何してる。ポケモンセンターを勝手にしている姉です。お出かけポケモンセンター、ああ、そうなんだ。あ、こいつ話しかけなかったらじゃあ回復できねえじゃん、これ。あぶねえ、これ話しかけなかったら回復できないパターンですね、これこれ結構厳しくないですか、これ。これ適当に結構細かく話しかけないような人はさ、うわ、これあれじゃん、昔いたキャラじゃん、あれ、こいつ昔いたキャラの、これ進化前みたいな感じ、あれ、どっこらって、なんかこれなんかいたよな、なんとか、あ、いたよな、これ、あれ、これなんか昔いましたよね、そいつの進化前的な感じじゃない、これなんだっけ、名前が思い出せない、全く。もうしばらくちょっとポケモンやってなかったですから、こいつのなんか進化前のやつの多分感じだよな。あの、すげえこれでっかいやつ持ってる、いや多分そういうか、そういうやつだと思うんだけど全然もう、あの、名前がね、全く思い出せないねどっから、でもどっからいなかったよね、昔。でもこの、もっとこのでかいやつ持った、なんか鉄骨みたいな持ったやついましたよね、これ。昔からいたっけ、これ。昔からいなかったような気がするんだけど、ピチューが新しく出たみたいな感じで、進化前のやつが新しく出たっていう感じじゃないですか、これ。てか、さっきのやつ、そうそうそう、さっきのやつ、話しかけない人っているじゃないですか、あんまり。私もあんまり話しかけないタイプですけど、いろんな人に。そういう人だとさ、多分あれ見つかんなくね見つけられず、結局回復できず、回復せず、そのまま行ってたかもね。そんな感じですよ、これ。なんだこれ、ヒゲ、なんか口が開いてるようにもう見えるけど。青ひげすごいな、もうちゃんと剃ってけよ。あの、作業員だからってお前、あの、ひげ剃らなくていいルールなんてねえから。あ、こいつも知らないな。
でもこいつ多分ね、前作か前々作ぐらいのやつっすよね、こいつ。なんか見たことはありますね。だから、でも私にとっては新ポケモンみたいなもんですから、だからすごい新鮮ですよね。やっぱりほとんどがなんか新しいポケモンみたいな感じですね。だから結構序盤で謎の草か？序盤でもないか。謎の草出てきましたけど、謎の草ってもうめちゃめちゃ古いなって感じしますね。初代でしょ、多分。謎の草は。乱れ好きも弱いよな、結局。突き上がる。自分の能力上がっているほど威力が上がる。まあ、これかな。爪研ぎ使わないもんな、だって。なんだかんだ。だって、本当に強くないでしょ？爪研ぎなんか。使うやついるんか。OK、余裕で勝ってく。いいよ、いいよ。これどんどん進んでいくよ。全然レベル大丈夫っすね。全然なんか、めちゃめちゃ敵強いのかなと思ったら、全然普通にいけますね、このまま。全然戦わずに。結構、スーパーボールゲットしましたね。普通にさ、こういうところでさ、結構レベル上げしないと先進めないかなと思ったら、こっち行った方がいいのかな。どこ行った方がいい。これさ、ポケモン出てこないのいいな、こういうところで。うわ、これ分かりやすくてめっちゃいいっすね。こっち行った方がいいのかな。どっちだろう。どっちかな。お、いましたね、ここに。普通だったらこういうところさ、なんつうの、洞窟って、歩いてたら普通に、なんつうんだろう。いっぱいさ、敵が出てきてうざいじゃないですか。でもこれは敵が可視化されてるから、割となんつうんだろう、準備ができて敵がいたとしても避けられるし、そういうのめちゃくちゃいいっすね、これ。実際敵が実体化してるってのは。めちゃくちゃやりやすいっすね。オッケーオッケー。つうか、今気づいたんだけど、このそもそも、この洞窟の仕組み自体も、そういえば洞窟ってこういうんだったんだってふうに思い出しましたね。あんまりなんか洞窟って洞窟感なかったというか、そもそもデザインが細かいところまでされていませんでしたから、私が知ってるやつではね。嫌な音か。嫌な音はいらないな、別に。嫌な音、まあ、いらないな。オッケー。嫌な音なんか使わないもん、俺。オッケー、まあいいや。とりあえず、どっこらを、入れ替えない、入れ替えない。入れ替えない。オッケーオッケー。そう、だから洞窟の細かいデザインまで、私見てなかったですから、見てなかったっていうか、されてなかった、今まで。ですから、なんつうんだろう、洞窟も洞窟っぽくないっていうか、一応洞窟設定だけど、ちょっと、洞窟かわからないような状況でやってましたから、なんかこういうちゃんと洞窟だったんだって風に思うと、こんな、ちゃんとデザインされてね、すげえなんかめちゃくちゃいいっすよね。本当はこういう風に、こういう洞窟を想定して、ゲーム会社さんも作っていたんでしょうね、本当に。まあそういう風に見えなかったですけど。オッケーオッケー。どっこら送り出そうとしている。オッケー。だから実際洞窟だけどね、フラッシュとか使ってましたけど、昔とかよく。こういう状況で使ってたんだっていうことがよく分かっていいっすね、これは。まあでも前作からそれはちゃんと見えてたんですよね、多分。私はやってなかったんで分かんないですけど、多分前作の時点で結構洞窟も洞窟らしくなってたんだと思いますけどね。枝付き行こっか。葉っぱカット外れることありますから、枝付きで。なんか、あれ枝付きなんか、相手に近づくようになったね。初め遠くから別にさ、枝付きってさ、パンってやるだけだったのに、今近づいてましたね。こいつってか、ごつすぎでしょ、来すぎでしょ。ごついっていうか、まあ、めっちゃたくさん来てんのかわかんないけど、すげえ膨らんでるね、こいつ。OK。あ、怖い顔？え、怖い顔って弱くね？怖い顔って別に、あれだよね。相手の素早さガクッと下げるとか、そんな、ほんと弱いやつですよね。なんかじゃあスピードスターでも覚えさせようかな。まあいいか、とりあえず。あ、どっち行けばいいんだろう。二手に分かれましたね。どっちに行けば、こいつ戦ってた、間違って。バカバカ、こいつタンドンと戦わなくていい。あっちに行ったら手前に戻った方がいいですかね。どっちにしよう、これ。いやー、どっちだろう。でもこっちのやっぱ、奥の方が行く方だよね、ほんと。多分。そうだと思うんですよね、多分。葉っぱくる、葉っぱくる、やっていきまして、タンドン倒れていく。オッケー、これで。レベルアップしてほしいな。オッケー。レベルアップした。あ、ロックカット。ロックカットってなんだろう。ロックカット、新しい技か。素早さをぐんと上げることができるっていう。まあ、いらないな、これも。まあ、どっちの方がいいんだろう。高速スピン。高速、煙幕は一応いらないかな。煙幕はいらないという感じで、ロックカットを覚えた。オッケー、ナイス。いいよ。これでどうしよっか。戻っていくよ、じゃあ。戻っていこっか。なんかこっちっぽくないよな。こっちかな？こっちで合ってんのかな？どっちだろう？奥、ちょっと待って、これ見てみる？マップで。マップでどっち行けばいいか見てみる？手前の方かな？あ、やっぱ手前の方じゃないか。多分奥っぽいな。奥が正式の道です。あのコウモリみたいなやつも多分前作ぐらいからいましたよね。ただ私はちょっとこれは知らないですね。あのやつは。
うわー、こういうところでさ、ポケモン出ないのいいな、めっちゃ楽だな。うざったくなくていいっすね。昔なんかさ、もう一歩進むたびに出てて、ようなイメージありますからね、洞窟とか特に。めちゃくちゃなんか出てくる頻度高かったような気がしますから、ちょっとこっち入ってみましょうか。あ、どこに、あ、ここにあんのか、やっぱこっち、あ、ロックブラストじゃん。ロックブラストは地味に強くね。2回から5回の、でもこれ結構だるいよな、時間かかってだるいっすね。なんかすげえ時間かかってるような感じしますよね、これ。これ使うと。ロックブラスト？ロックブラストで飛ばして進もうですからね。ロックブラストどこだ？ロックブラスト。こいつどんぐらい使うの？あ、60食らうんだ、スピードスター。結構強いじゃん。必ず命中するし、しかも。あれ、吸血なんか技マシになるの？いらねえよ、こんな。吸血ってこんな強いの？与えたダメージね、半分の HP を回復できる。吸血って、てか、いつの間にか手に入れてたし、吸血いつ手に入れてたんだろう。吸血って威力80なの？めっちゃ強い技じゃん。吸血って昔20とか30とかじゃなかったっけ？あ、しかもアゴジムシ覚えないんかい、これ、吸血。吸血ってそうなんだ、知らなかった。ロックブラストこいつの、覚えさせている。どういう感じなんだろう。あ、技マシン。うわ、これ懐かしい、この音。この音なんだ、相変わらず。体当たり。体当たりでいいかな。まあ、全部岩タイプになっちゃうけど、まあ、いっか。とりあえず12のポカン。あ、これも一緒なんだね、完全に。これ音楽もしかして一緒かな、初代とわざと一緒にしてるかな、これ、全く。アレンジ加えてない音かな、これ。新しくちゃんとやったやつかな、これ。使う。どうしようか、これ使おうか。ワンパッチにちょっと使えよう。なんかみんな弱い。体当たりとか覚えてるやつは全部スピードスターに変えましょう。吸血っていつの間にかこんな強い技になってたんだ。8時も食らうって。相当強くないですか、これ。スピードスター使う。ここ柄もちゃんと覚えさせていきましょう。こいつは、乱れ好きじゃなくて、付け上がるいらないかな。オッケーオッケー。1、2のポカン。これ懐かしいなぁ。秘伝マシンはあんのかな。でも確か秘伝マシンもなくなったんじゃなかったっけ、ブラックホワイトで。ブラックホワイトの時点でなくなってたような気。こいつも覚えさせる？なんかあったっけ、挑発いらないよな。これ覚えさせておこう、スピードスター。いや、スピードスター汎用性高くていいっすね、これ。地味に60ぐらい食らうから、全然体当たりとかよりはいいし。オッケーオッケー。いいよ。行きましょう、このまま。いや、やっぱデザインがかっこいいな。でもこれ前作からかっこいいと思うんですけど、やっぱりすごいよな、こういう洞窟もこういう感じだったんだって思わせられていいっすね。またさっきも言ったんですけどね、これ。おっしゃ、どんどん先行きましょう。いいよ、いいよ。タンド、あ、あいつだ。これは前いたやつですね。モグラみたいなやつ。モグラみたいなやつは、結構前から言いましたね。これは、ブラックホワイトぐらいかな。結構でも、割と最近目ですよね。あ、ディグだ。こいつ初期っすね。一番多分最初ですよね。夏いな。よくポケモンスタジアム64で、よく使ってましたね、こいつ。ディグダじゃなくてダグトリオ。ダグトリオはめっちゃ素早さ速いってことで、よくなんかポケモンスタジアム64でよく使ってました、これ。本当に。オッケー、ナイスナイス。あとサンダースね。またサンダースやっぱ大好きなので、モグリオを出す。そのまま戦う。あれ、モグリオって進化系じゃないこれ、多分。あ、違うか。こいつの進化系いましたよね。なんか、こいつの進化系結構かっこいいんですよね。なんか、鋼タイプですよね。こいつの確か、進化系のやつ。こいつも鋼タイプかな？こいつは多分鋼タイプじゃないですよね。オッケー。オッケー、レベル上がってく。みんなもうそろそろ進化してもいいんじゃね？進化してよ、そろそろ。オッケー、いいよ、いいよ。なんだかんだ、パートナーじゃなくて、アゴジムシの方が高いですね。あ、これ、落ちれないんだ、ここ。落ちれないですね。あ、ディグダ。ディグダは、まあ、ダグトリ欲しいからな。でもね、これ昔のポケモンはあんま使いたくないんだよね。正直言って。まあ、だから、どんどん進んでいきましょう。結構ちゃんとトレーナーたくさん出てきますね。昔懐かしの往年のポケモンと一緒ですよね、これは。このシステムは。うわー、でもやっぱこのさ、デザインがすげー、格段に向上したことによって、やはりなんかポケモンの世界がよりリアルに感じますよね。昔でさえ結構リアルに感じてたけど、そのドット絵的な感じのやつでも、ドット絵っていうか、なんつうんだろう。ゲームボーイアドバンスとかの状態でも結構割と、なんつうんだろうかな。見やすかったけど、これでも十分にさ、これはもうなんつうんだろう。めちゃくちゃ新しくなったことで、さらにもうすごいっすよね。なんか、すごいとしか言いようがないんだけど。PP8 出ましたね。OK。PP8 なんか使わねえけどな、多分。そんな感じじゃないんじゃない ?OK。こっち取っていきましょう。いい傷薬。結構しょっちゅう物落ちてんな。うわ、こいつ戦うやつでね。こいつなんかあそこでいたよね。ジム戦でいたやつだな。アドバイスをしてあげますけど、やめとった方がいいよ。願い星を持つトレーナーは僕が痛めつけるからね。来いよ。いきゃー潰せ。いいよ、こいつ。
来い、話しかけるよ。お、来い。まあ、チャンピオンに推薦されたジムチャレンジャーでしたよね。くだらないですよ。いいかい、チャンピオンよりもリーグ委員長が偉いですよね。つまり委員長に選ばれた僕の方がすごいのですよ。こういうサイコパスのような喋り方で、多分。では、かわいそうなあなたに僕の強さを教えてあげますね。こういう喋り方ですよ、きっと、多分。私の予想では。こういうなんか、結構ね、棒読みっぽい喋り方。ユニランだったの？あ、こいつはなんか見たことあるな。これなんかデスストランディングだっけ？あれの私予告みたいなやつ、予告っていうか他の人がやってるの見ましたけど、それに似てませんかこれ。デスストランディングの、あ、てかもう葉っぱカッター使えばよかった、バカしたな。なんだよなんだよ、ミスったな。念力やってくる。そのさ、なんか赤ちゃんのくるまってるやつに似てますよね。ちょっとこれどうしよっか、これ死んじゃうな。ポケモン、まあやっていくか。これ枝付きいけ、これ倒していきたい。攻撃しろ、頼む、攻撃してくれ。ああ、枝付き、おっしゃ、ナイス。枝付きで倒していくスタイルでいけますよ。ハッパキャラーより枝付きの方がいいか、これ本当に。もっとか、いいよ。まあスピードスターでよかったんだけど、ね、今完全に。ゴチム、ゴチムってどんなやつだっけ。ポケモン入れ替える、なんか聞いたことあるような気がする。あ、ゴジムシいけ、あ、ゴジムシいけ、いいよ。どういう感じになるのね、アゴジムシ。いいよ。こいつでも絶対進化したときかっこいいよな。あー、でもこれ進化したとき見たことあるような気がするな。てか、アゴジムシって新しいポケモンじゃないか、もしかして。そもそも。そもそもこいつ新しいポケモンじゃなかったっけ。あれ、ゴチムって昔からいたキャラかな。でもこいつは新しいキャラだな、多分。オッケー、効果抜群。何タイプか全然わかんないですね、こいつ。何タイプ、こいつ。全く想像つかないんですけど。てか、こいつもう一人のライバル的な感じか。昔のライバル的なポジション、そのまま戦ってみようか、これ。おやおや、僕としたことが、まあさっさと終わらせてくださいよ。ミズリム、なんだそりゃ。うわー、見ないってことか、こいつ。ミブリムこいつは何も目をつぶってるっていう感じが、あの虫食い系。何タイプか想像つか、エスパータイプっぽい感じだけどな、多分。オッケー、いいよいいよ、いいね。この虫タイプいいな。虫タイプ地味にこの役目を果たすっていうのがいいね。かっこいいね、こいつ。地味に虫タイプってなんか弱そうなイメージありますけど、地味に活躍するからな、これ。こいつエスパータイプのやつか、多分。エスパー中心のやつかな、多分。全部多分相手エスパータイプでしたね、多分。へえ、驚いた。少しはやるようですね。ですが、あなたの戦い方はきちんと記憶しておきますから、本戦では僕が勝ちますよ。それでは失礼しますよ。ここで集まる願い星は全て手に入れましたからね。こいつ怖いな、将来的に。将来的に怖いっすね。でも全然弱い。はい、じゃあ今回はここで終わりにしたいと思います。切りがいいのでね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。新たなライバルと戦えてよかったですね。それではバイビー。